結構大きい犬が。あー。リドリド。鍵閉めとく。初めて、あ、でかい。でかい。かわいい。かわいい。顔の大きさが違う。顔の大きさが違う。やっぱ男の子の方が一回り大きいね。体重測ってないけど、多分また OK になってる。一番あるかね。すごい。でも全然なんともね、言わんけん。あ、そうそうそう。どういったとしても、ワンとも言わんとも。普通の人は。ね、ふわっ。もうみんなに泣く凶暴な犬だと思われたかな。あとなんかあるのか、泣きなくなかったのか。少ない。こんな広場があったんだね。もともとは公園なんかな。この辺は短いのにね。なんか、なんだろう、なんだね、なんていう種類かね、なんか見てすごい気持ちいい。なんか、パン君がサラサラだけんさ、きなこがすごい寝癖がついてる。そうなんですよ。準決勝。天然パーマ。天然パーマ。やった。元気。嬉しい。嬉しい。ちゃん走ろうって。ニコちゃん。ニコちゃんに興味津々だね。なんか遊んで。遊んで。走りに良いよ。見ていこう。やっと会えたよ、ファン君。うん、よかったわ。めっちゃグイグイも来んしね、ファン君。ちょうどよかった。この子同士でもあんまり。なんかかっこいいね。あと分析曲できる。あと分析。
遊ぶのやり方をね、教えてもらいたい。ひなちゃん教えてもらいたい。かっこいいな。小顔だな。笑顔男の子でも女の子でもここがいいんよね、みんなここ好きなんよね、かっこいいとされる。ここ描いたらね、うん、近づいてくれるんですよ。あら、かわいいわ、ね、すごい。よし。どうしたらいいのじゃ。いや、すあげるよ。上手なって言うてる。あらげる。何だよ。優しい。最後の息が、あ、そうなんだ。恋人ができてしまった。伸び。伸び。いくら。